石川ワールド。皆さんこんにちは、イッシーコロコロコロンコロン石川です。本日の石川の週末ホテル生活第4弾は、渋谷駅から徒歩5分の渋谷区神南にあるザ・ミレニアルズ渋谷をご紹介したいと思います。こちらのホテルは世界で最も進化した近未来型の滞在施設で、渋谷の他にも京都や福岡にもホテルがあります。それではお部屋を見てみましょう。オープン。こちらのベッドは全米シェアナンバーワンのサータ社と共同開発、高級ホテル並みの寝心地を実現しております。そしてチェックイン時に渡された iPod でいろいろ操作ができます。ベッドとソファーの両方のモードが選べ、ソファー時は手前にスペースが余り、床に立って着替えが可能です。共用スペースはレンジや炊飯器、冷蔵庫もあって、調理道具とかフライパン、お鍋もあるし、グラスやお皿も使うことができるので、長期滞在されている方は全然自炊に困りません。あとこちらのコーヒーマシンは無料で使うことができます。そしてお酒好きな方必見、毎日17時半から18時半は無料でビールが飲めるんです。最高でしょ。お部屋は金庫とベッドの下にある引き出しを引き出すと、大型のスーツケースでも開いたまましまうことができる収納スペースがあります。そしてこれも近未来、先ほどもらった iPod でアラームを設定すると電気が消えるんです。今日は夜に少しお仕事があるので仮眠しようと思います。それではおやすみなさーい。時間になりました。アラーム音ではなく、照明とベッドリクライニングであなたを確実に起こします。仕事に行く前にコーヒーを飲んでエネルギーチャージ。宿泊者以外の方はコワーキングスペースとしても利用可能で、1時間800円、1日だと2500円で利用可能です。大きな貴重品はこちらのロッカーに入れておきます。ただいま帰宅しました。見てください、カプセルホテルと違って天井が高いから、ベッドの上に立っても頭がちょっとつくぐらい。ちなみに私の身長は160センチです。ただいま夜の3時なんですけれど、ワークスペースとかキッチン、あとコーヒーマシンとか食卓は24時間ずっと使えるので、なんかテンション上がっちゃって全然眠くないです。こちらのホテルはスタッフの方もお客さんも結構多国籍な方が多いので、なんか外国に留学しに来ちゃったみたいな感じで、なんかテンション上がっちゃって楽しいです。しかも全然眠くないです。アメニティのご紹介です。タオルの大きいのと小さいの、あとスリッパ、歯ブラシ、ヘアブラシ、ポケットティッシュ、耳栓、コットンセット、とナイトウェアは300円でレンタルできます。こちらのスクリーン兼仕切り、自分のパソコンやスマホ画面を投影して自分専用のホームシアターになるらしいです。かっこ一部ユニットのみ。朝はパンの軽食が無料であるので、7時半から9時半の間にレセプションの方にパンくださいとかちょっと聞いてみてください。チェックインの時間は15時、チェックアウトの時間は10時となってます。ということで今回の石川の週末ホテル生活はいかがだったでしょうか。チャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いします。